5月にリリースしたシングル曲「Butter」がアメリカのビルボードで6週連続1位を記録するなど勢いの止まらない BTS が新曲「Permission to Dance」をリリース。そのミュージックビデオが解禁されました。明るくエネルギッシュな雰囲気が印象的な今回の新曲、実はグラミー賞を何度も受賞している世界的シンガーエド・シーランが楽曲を提供しているんです。エド・シーランが BTS に楽曲提供するのは2020年のメイクイットライト以来2度目。そんな今回の新曲にはミュージックビデオのダンスにもある秘密が。このメンバー全員で踊る振り付けには楽しいや踊る、平和といったさまざまな国際手話が使用されているんです。このミュージックビデオは公開からわずか2日で再生数1億1000万回を突破しています。いやでもコロナ禍に平和と楽しさを届いてくれるそんな新曲ですね。そうなんです。この注目されている新曲なんですが、はい、We need permission to dance という歌詞が中にありまして、これが僕たちが踊るのに許可はいらないという意味なんですね。ということでこのようにご覧のように誰でも簡単に真似できる動作を取り入れたそうなんです。例えば VTR にもありましたが、うん、国際手話ということで、例えば親指をこのように立てて体を描くようにした動作、これが楽しい。体を描く、はい、ちょっとグーにはせずにちょっとカキカキするような感じ。カキカキするような、それがポイント、はい。そして手のひらの上で人の形のように2本指を動かす動作が踊る。踊る、そして両手で V サインを作る動作が平和という意味を表しているということなんです。これまた踊ってみたの SNS 動画入りそうですね。そうですね、皆さんいかがでしょうか。さあ続いてはこちらです。5月にリリースしたシングル曲「Butter」がアメリカのビルボードで6週連続1位を記録するなど勢いの止まらない BTS が新曲「Permission to Dance」をリリース。そのミュージックビデオが解禁されました。明るくエネルギッシュな雰囲気が印象的な今回の新曲、実はグラミー賞を何度も受賞している世界的シンガーエド・シーランが楽曲を提供しているんです。このミュージックビデオは公開からわずか2日で再生数1億1000万回を突破しています。金曜日、BTS が新曲ミュージックビデオを公開し、再生数1億回を突破です。公開したのは Permission to Dance。 グラミー賞歌手エド・シーランが作詞作曲したダンスナンバーです。前回公開したバターはおよそ20時間で1億回再生超えを達成。今回はおよそ50時間で大台突破を果たしました。先週金曜日、 BTS の新曲 Permission to Dance のミュージックビデオが公開されました。この楽曲の作詞作曲は
以前『スッキリ』のスタジオで最高のパフォーマンスを披露してくださったエド・シーランが手掛けているんです。ミュージックビデオ公開からの3日間ですでに再生回数がなんと1億1000万回以上。すごいね。いや、とんでもないですよ、相変わらず。そして今回のミュージックビデオでは BTS はあることを披露してるんですけども、加藤さん何披露してると思います？え、この PV の中で？そうなの。何して竹馬じゃないか。見てみたいね。さあどうでしょう。それはこんなことです。わかった？キスだ、キス。いや違うね、キスってそういうシーン、ミュージックビデオ撮ってるでしょ。これ振り付けに国際手話を取り入れてるんですね。今回取り入れられた手話は楽しい。を股にかけて活躍するグローバルアーティスト BTS の皆さんです。今回披露していただく楽曲は公開からおよそ1ヶ月でミュージックビデオの再生回数がなんと4億回を超えたバターを披露してくださいます。네이번에저희 BTS 가여름에잘어울리는댄스곡버터를보여드릴예정입니다버터처럼부드럽게녹아들어서너를사로잡겠다는귀여운고백이담긴노래죠맞습니다우리 BTS 멤버들이있어서소중한여름의추억하면혹시뭐가생각나세요바로지금이여름여러분들께버터를보여드릴수있는시간들이아닌가싶네요네그렇다면쉽게따라하실수있는동작을살짝한번보여드릴까요5, 6, 7, 8. 아하 FNS 가요사의 Nuts 見てください。続いての見どころは